そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。お、エロ仙人。だいぶ熟睡してたようだの。さすがの俺もちょっと疲れたってばよ。だが修行はうまくいったようだの。だいぶ修行について来られるようになったな、ナルト。最初は苦労しちまったけど。そろそろ次の段階に進んでもいいかもしれんの。次の段階？え、なになに？どんな修行？なにこれ？数珠？そうだ、とりあえずこれを両手両足につけてみろの。え？うんうん、分かったってばよ。で、これが何の修行になんだよ。まあ、そう焦るな。封印術獅子重封印。終わりだ。だからこれが何の修行。おー、なんだってばよ。なんかすっげえ重いんだけど。これたくん、そんなにわめくんじゃないの。さっきの術でその術に重さを加えた。もちろん
生半可な重さにはしとらんがの。あのさ、重さは分かったけど、これからこの状態でどんな修行すんだってばよ。別に特別なことをする必要はない。今まで通り普通に振る舞え、それが修行になるからの。でだ、お前が一定の力をつけるごとにその術は色が変わり、最終的に修行が終わった合図として術は赤く光るようになっておる。赤く？赤く光ったらわしのところへ来い。その術を解いてやるからの。そしてその重りを外した時、お前は。俺はどうなるんだってばよ。お前は劇的にパワーアップしているはずだの。わあ、なんかやる気が出てきたってばよ。さて、修行の説明も終わったところで、そろそろ先に進もうかの。確かこの近くに村があるはずだ。まずはそこに向かうぞ。よっしゃ、気合入れて行くってばよ。やっぱ重いってばよ。仙人の言ってた村。ここは西樹村といっての、良質の水晶が取れる坑道があるところだ。へえ、
黒き影との大激突、届け心に親子の絆。なんか奥の方が騒がしいけど。そうだの、行ってみようぜエロ仙人。ではよろしく頼むぞ葵。はい、しっかりね。ちゃんと務めを果たすんだぞ。わかってます。何の騒ぎだってばよ。これは、これは瞳悟空という儀式です。え？姉ちゃんってば誰？私はこの村の近くに住んでいるものです。って姉ちゃん大丈夫か？なんか調子悪そうだけど。ありがとう、ちょっと風邪をひいてるだけだから大丈夫。それならいいけど。それでその瞳なんとかって何なんだよ。瞳悟空とは山や洞窟に住み着いた魔物の類に生贄を差し出す儀式のことを言う。なんだ、エロ仙人も知ってたのかよ。ま、常識だからの。その方のおっしゃる通りです。そして今あそこにいる子は生贄としてこの先の洞窟に入っていきます。ちょっと待ってくれってばよ。生贄って、それじゃあそこにいるあの子は。生贄になった者が帰ってくることはない。その命を懸けて魔物を鎮めるのが役目だから。なんだあいつ。おい、あの額当て誰なの？お兄ちゃん。俺の名前は渦巻になると、この葉隠れの忍びだ。やっぱりこの葉の。なぜこの葉の忍びがこんなところに。木の葉の忍びが私に何か用？生贄になるなんてやめろ。そんなことやったって何の解決にもならねってばよ。他に方法があるはずだ。命を無駄にすんじゃねえ。私のやることに口を出さないで。なんだと？おい！私には私の道がある。邪魔しないで。俺には俺の道がある。邪魔が入ってどうなるかと思ったが、なんとか儀式は終わった。これで村は救われるじゃろう。さあみんな解散じゃ。
やれやれ、急に飛び出して行くだっての。だって生贄なんてそんなのおかしいだろ。仕方がないことなんです。仕方がない。この村はこの先の洞窟から取れる水晶を売ることで生活を送ることができています。ですが数百年も前に影本師という魔物が洞窟に現れ人を襲うようになったんです。影本師。ふう、なるほどな。それで瞳悟空の儀式か。はい。当時の村長は村の財源である水晶を諦めることができませんでした。そこで影法師に生贄を差し出してその心を鎮めたと言い伝えられています。生贄を捧げると影法師は 4,5 年間は姿を消します。その間は村には平穏と幸せが訪れるんです。だから仕方がないか。本当の幸せじゃねえ。え？あの子がいなくなっちまったら悲しむ人だっていいんだろ。あんたたちそれでいいのかよ。俺はあの子を連れ戻す。その影法師ってのもぶっ倒してやるよ。エロ仙人、俺行ってくるってばよ。おい待て、ナルト。たく